アトミスウェイブは2003年にサミーが開発した業務用のシステム基板。ドリームキャストの描画チップと構造を元にしている。ソフトはロムカセットで供給する方式。多くの機能はナオミに類似しているが、ネットワークは標準対応になっている。また、ベレム容量に対してラム容量がナオミより少なくなっており 2D 表示機能はナオミより若干劣る。 当初なおみにとって変わり、加えて、ネオジオ時代の SNK が発売した多くのシリーズ作品を受け継いだことから、MVS の後継基盤となることが予想され、期待されていたが、前述の 2D 機能の弱さもあって、ヒット作に恵まれず、サミーとセガとの経営統合後は一部を除き、アーケードゲーム事業をセガに一本化した、関係上、本基盤での開発は、 縮小傾向になり2006年のメタルスラック6の発売をもって開発終了となった。またオータムウィンターネットによるネットワークサービス展開も成功したとは言いがたく、さらにセガのタイトルを標的とした競合ソフトが多かった関係もあり、同サービスに対応したゲームは2005年のネオジオバトルコロシアムを最後に、オータムウィンターネット自体も2006年11月30日で、 終了。現在、オータムウィンターネット対応ソフトはすべて、オフライン稼働となっている。なお、サミーは、アトミスウェーブ用の汎用筐体に、対等のイーグレット3を採用しており、アトミスウェーブ用ソフトの開発終了後は、サードパーティーを、対等の、対等タイプ X に移行させている。その際、セガとサミーのゲーム事業統合の際に、セガが、 イーグレット筐体の在庫を大量に抱える原因となった。2017年3月31日をもって修理サポートが終了。2006年のメタルスラッグ6を最後に日本国内での展開は終了したが、米国では現在も対応タイトルが開発、リリースされ続けており、2008年においてはセガクレイチャレンジがリリースされている。これは、 米国の業務用、ゲーム事情において、一度オペレーターが購入したゲーム機はインカムが極端に落ちない限り使えなく、なるまで使い続ける風潮があり、現在もスーパーマーケットの一角にあるゲームコーナー等で、未だに SNK のネオジオ用タイトルが稼働している風景を見ることからも伺える。米国内でのアタミスウェーブの出荷数は、スポーツシューティング USA のヒットにより、 数千大規模になっていると推測され、現在もこの時に使われていた筐体を改造し、新作タイトルに入れ替えて運用することで生き続けている。なお、日本国内では、セガのハードウェアで展開されている、ネットワークシステムであるオールネットも、米国では現地出荷数の多さにより、現在はアタミスウェイブにより展開されている。対応タイトルはサミーが業務用ゲーム機活動時代に、 得意分野だったハンティングシリーズであるエクストリームハンティングにトーナメントエディション。米国においてはアタミスウェイブという名称は登録商標の問題により使用を取りやめており、対応タイトルのマニュアル内での表記は単純にメイン PCB オータムウィンターとなっているが、イラストや設定画面の類はアタミスウェイブそのものとなっている。 ドリームカスト用 SH-4HD6417091 ドリームカスト用パワービファー2315-6226アタミスウェイブではロムカートリッジをマザーボードから外した時点でゲームのバックアップデータが初期化されてしまうので注意のついたものはオータムウィンターネット対応タイトル弊社製品保守対応の終了についてセガインタラクティブ セガロジスティックスサービス2016年11月、ありがとうございます。